あのまま消えておけば恐ろしい目に遭わずに済んだものを。おい幽霊、条件を変更する。俺は今からこの女を少しずつバラバラにしていく。気が向いたところで降参するんだ。さもねえと首しか残らねえかもな。ルシー危ない。首だけになってもルーシーはルーシーだけどな。ちょっとかわいそうだし、俺はお前を灰にするけどな。夏復活した。よく眠れた。ああ、充電完了。行くぞ。うわ、炎燃えてきたぜ。それは俺のセリフだ。ギルド壊すんじゃねえよ。あれ消えた。どこ、どこ。足音、匂いは。ダメだ、気配がねえ。ここだ。また消えた。クソ、ステルス完全透明迷彩。初代。それだけじゃない。見えないものも見える。つまりこの幽霊もな。てめえ足音。消えたわけじゃない、見えてないだけ。実体はあるのよ。ラキュー獅子紅葉。そんな、こいつは厄介だ。なんだ今のは。これは見えない武器。消す、消える、見える、見せない。これが俺の魔法さ。ルシー、お前への飛び道具だと思ったか。実は後方への無知だ。これがゼレフを守る十二の盾。やはり強い。ぬやろ。今からお前に地獄というものを見せてやろう。よく見るんだ、目の前の女を。ちょっとやめて。どうだ、服を見えなくしてやったぞ。あ、ちょっと元に戻しなさいよ。もうちょっと多めに消すことは。ロキ、ヘボン。これぞまさに地獄。私がね。これのどこが地獄なんだ。お前、目の前に下着姿の女がいるんだぞ。焦るだろ、照れるだろ、つか目のやり場に困り地獄の。いつも薄い服着てるしな。あんた何言ってんのよ。お前なんてハレンチなことを。てかあんた。何その顔。何って、そりゃ見るわけにもいかんだろう。この技は相手を苦しめるのと同時に自分にもダメージがある、諸刃の剣と言えよ。ルーシーやめろ、自ら抜くんじゃねえ。ああ、父が見えちまう。夏に合わせよう。そうね。おい、何を考えている。女子たるもの人前で。うわ、この中になった。こうなったらやめよ。もう怖くないよ。乱れてる。おお、やわらけ。やめろ、やめろ。乱れてるぞ、青少年。これは、この作戦は失敗だ。
レグルス火竜の火竜だ。ガキが大人を怒らせたな。見つけた、ゼルフを倒す方法を。